ボルビックのロゴボルビックはフランスのナチュラルミネラルウォーターのブランドエビアンと共にダノングループの製品である日本国内では2020年12月31日までキリンビバレッジが販売していたヨーロッパでは珍しい軟水のミネラルウォーターであるこの他2007年5月1日にボルビックフルーツキスレモンの発売を皮切りに同ミネラルウォーターをベースにした フレーバーウォーターも多数発売されている。約4000ヘクタールに及ぶ水源地はオーベルニュの国立公園の中にあり、地上、地下問わず、水源地周辺での建築物の建造を一切禁止したり、産業規制を行ったりするなどして厳重な保護がなされている。フランス政府は2014年以降、ダノンに 年間280万立方メートル1リットルボトル換算で28億本分の採水を許可している。2021年時点で水源地一帯では河川の流量が減少しているとの指摘がある。綴りがボルビックであることからボルビックがフランス語のネーティブな発音に近いが日本における公式な表記はボルビックである。なお日本における登録商標 ボルビックなどを見ると、証拠がボルビックとされているが、これは特許庁において付した参考情報に過ぎず、登録された商標の内容を構成するものではない。ボルビック12月末で、販売終了国産に注力、ボルビック水源、組みすぎで枯渇の危機化。AFP2021 年5月25日閲覧。AB ご参考に本における、 ミネラルウォーター事業のスキーム変更について、キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2012年12月6日、AB、ボルビックが年内で出荷終了販売のビズ、サンキビス2020年7月6日閲覧。キリンビバレッジ、ペンキの臭い付着で、ボルビック57万本を自主回収商品の自主回収に関する、 お詫びと、お知らせエビーフランスオーベルニュ地方の大自然の、恵み、ボルビック2月26日リニューアル新発売、ボルビッククリアピーチ3月12日新発売、キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2013年2月19日、ボルビックから、レモンと、ライムが、爽やかに香るフレーバーウォーター新登場。ボルビックレモンライム6月4日、 新発売キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2013年5月14日ボルビックフレンチカシス5月13日新発売キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2014年4月23日ボルビックグリーンアップル8月26日新発売キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2014年7月23日フランスの壮大な大自然の力を授けられた 美味しい軟水。ボルビック3月17日リニューアル新発売。ボルビックフレンチレモン3月17日新発売。キリンビバレッジ株式会社ニュースリリース2015年2月17日。ボルビック370万本を自主回収毎日。新聞2017年5月2日閲覧。ありがとうございます。